いどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日はロクボマ。これね、リリースされてもう結構時間経つんですが、ちょっとね、私もなんとか使いたいと思いながらいい使い方が見つからずに、まあここまで来てまして、まあね、最近ちょっと一個だけ、まあこんな場合には使えんのかなっていうのが分かったんで、それもちょっとね、皆さんに、共有したいなと思って、今日動画を、撮ってます。で、攻めたのは、まあ、こんな感じの配置なんですけども、さっき言っときますと、これ99%で全開取れてないんですが、まあ、こんな感じですよね。このプランとしてはね、オール陸で、まあ、ゴレホグの形ですかね。この辺の一帯っていうのを、ゴレプラスボーラーヒーローで、まあ、援軍含めてね、全部追って、まあ、理想はここまで壊してること。で、こっちからライドラを入れてカットしつつ、ホグを、ここからぐるーっとこう回していくようなイメージなんですけど、まずね、ここから6ボマー私入れてきます。で、なんでここでバッターじゃなくて6ボマーだったかっていうと、ブスは、この辺ってあんまり壁がないっていうこと、ない中で、この辺の一帯をね、こうバーッと破壊し尽くしたい。で、防衛施設もそこそこあるよっていうことだったんで、まあ、もう一個言うとタウンホールも近いじゃないですか、壁に。なので、俺バスターを使ってね、中に入れても多分バスターそんな仕事しないだろうなと思って。まあ、それだったら、ワンチャンロックボマー使ってね、この辺一帯をこういう風に、ボマーの攻撃力と壁開けの力を使って、まあ、ユニットをちょっとこう、あえてこう散らしてね、壊していくような、まあ、そんな攻め方ができないかなという風に考えて、今ロックボマーを使いました。なんですけど、まあ、多分ね、ここまではおおむね成功した気がしますよね。大体狙ってた部分っていうのは全部、ゴレーボーラーヒーロー部隊でこう潰していて、で、まあ、つなくこう、ホグパートに入っていってると思うんですけど、まあ、ちょっとね、ホグパートはお見苦しいの一言ですね、もう、呪文は見つるわ、出し方は間違って2つに割れちゃうわ、まあ、ホグの失敗って、まあ、典型的なのはこういうやつだよと。教科書的なね、失敗しちゃった気がするんですけど、まあ、それでも、まあ、そこそこね、破壊力を伸ばせたっていうのは、やっぱ序盤のこの灰の部分、ここのところ、これが良かったからかなっていう気がしますね。もう少しホグの精度さえ上げれば全開取れたのかなと。で、まあ、ロックバスターっていうのはね、この、ロックバスターの後ろに、ユニットをね、こうヒーローとかボーランとかね、まあ、いろいろつけて、バスターの穴開けの力を頼ってこう進めていくっていうような使い方をするじゃないですか、まあ、なんですけど最近ねやっぱり増えてきた配置っていうのが、それをやらせないためにタウンホールをあえて壁側に壁というかまあその隅っこの方に置いちゃうだったり、まあ極端なものはもう壁の外に出しちゃいますよね。でそういう配置を相手にねバスター使おうと思っても、まあ、ほとんど無駄になっちゃうというか、まあ、変なところに穴を開けざるを得ない。でかつ、こういう風にね、壁がないところなんかで使っちゃうと、結構バスターがね、突進しちゃったりっていうこともあると思うんですよ。で、そういう場合には、こういう風なね、ボマーで、もう範囲を一帯をこう、わーっと、いいか止めましょうかね。範囲一帯をね、エリアで潰すっていうか、そういう使い方っていうのを、想定する場合には、ボマーはありかなと思いますね。まあ、もう一回言うと、タウンホールが外側にあって、バスターがほんと使いづらい場合、であとエリア一帯を潰したいっていう場合、壁をね、こう派手に開けてくれますんで、まあ、その点、やっぱり僕も扱うとね、ユニットが散らばるけど散らばる分、幅広くこうダメージを与えて、潰していけるという利点があるのかもしれませんね。はい、でまあ、こんな形でボマーで入っていきました。どうでしょうね、皆さん結構ボマーの使い方って最近流行ってるのは、コウモリをね、の呪文をいっぱい出して、で、一気にドララとかね、今する場合に、ボマーをドラゴンに混ぜて、で、ダメージも吸収しながら、破壊もしていくという使い方かと思うんですけども、まあ、こんな風にね、時空のユニットと混ぜて、こんなエリアを潰すっていう場合、で、バスターを使っちゃうとちょっと入りにくいなっていうような場合、こういう時にはね、ボマーっていう選択肢もあるのかなという風に思いました。ただね、気をつけなきゃいけないのは、テスラとか、他のユニットが、防衛施設先に壊しちゃって、で、ボマーがね、とんでもない方向にこう流れていっちゃうっていうのが一番リスク高いんですよ。私もこの前やっちゃったんですけど、
それやっちゃうとあのロックボマーね、あの変なところに穴開けまくりますから、あのパンホールに目当てていかないんで、そういう意味での安定性はないんでね、そこに関しては、まあ、使うときによくね、あの注意してボマーがもうどう流したいのか、でどう流れていくのかっていうのをね、しっかり考えながら、まあ、使った方がいいんじゃないかなと、まあ、いうふうに思いますね。いやでもね、この爪も惜しかったなという気がしますね。ゴレホグのね、ホグ回しがうまい方だったら多分これは全然いけたんでしょうけどね。あの呪文の使いどころとか、まあまあ反省がたくさんありますけども、まあまあそこはね、ちょっと今日のところはあの多めに見ていただいて、ロックオーマーでこんな風に序盤の入りっていうのをやっていける方法もあるんじゃないかなっていう、まあ、そこを見てもらえたら嬉しいなというふうに思います。で、ちょっと比較としてね、もう一個、これバスターを使った攻撃なんですけど、ちょっと序盤の入りだけ見てください。ここの不覚、これね、前もなんか動画で上げたことがあるような配信なんですけど、本当よく見かけますね、この配信。まあまあまあ、でこの区画にもうリックユニット、ゴレ、ヒーロー、ボーラーをしっかり流し込みたい場合っていうのは、壁をね、ここだけ限定的に開けてくれるロックバスターがすごい便利です。そうするとね、綺麗にみんなここにこう入っていくじゃないですか。でまとまってレイジに乗っかって、施設をこう壊していってくれると、こういうね、使い方をする場合っていうのは、ぜひぜひね、ボマーじゃなくてバスターを使った方が、攻めのね、流れが安定するので、非常にいいんじゃないかなというふうに思いますね。ぜひぜひ、相手の配置によっては、ロックバスター1点灯だった方もね、ボマーが使いやすいっていう場合もありますんで、いろいろ工夫しながらね、使っていってもらえたらなというふうに思いますし、私も何かまた面白い攻めがあったら、ぜひ上げていきたいと思いますので、ね、本日はちょっとまあ攻めと集中ですが、この動画を見てもらう話じゃなくてね、1個目の配置の攻撃が今日のメインなんで、この辺りで失礼したいと思います。またね、動画上げてきますので、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴よろしくお願いいたします。それでは、本日はこの辺りで失礼いたします。バイバイ。